かが旧館の陣を騙したのかしら。慌てるな、フゲンドロ。旧館の陣は嘘をつかない。フゲンドロが見たカフカの論理に違和感はなかった。我々はまた一点駒を進められたというように。ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか。初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けている。他のアイオーンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は少々蝕んでいくが、幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た。請求列車をおびき寄せた理由は。私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうしてフゲン殿が解いてくれるとは性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が泉州と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた。薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。でまた私に策を練れと。ああフゲン殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ性格の邪水を払い再生の勢いを止める。ふむ、
砲丸を持つ普賢殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。普賢殿は私が性格のありかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う？将軍。ん？将軍も悪いお人ですね。きちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は、場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか？万が一何かあったらどう責任を取るおつもりで？まったく、右玄殿、私の騎兵を忘れたのかい？性格ハンターが故意に列車と船首を結びつけたなら日照りに雨だ。その行為に甘えようじゃないか。間違っていたわ。将軍に余計な期待を持つなんて。いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか？まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか？なんです、じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木のありかは非中の非、泉州の民以外に接触させるのは規則に反するか。なら私からも普賢殿に一言忠告しよう。規則は泉州があってこそ成立するものだ。危機が迫った時、規則が有用であれば従うが、無用であれば捨てざるを得ない。だから私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには数が多すぎるかもしれないが、考えただけで清々しくなるよ。普賢殿、この兵符を君に渡そう。運気軍の指揮は任せたな。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵をですか？ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせに、どうして？わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に性格封じの策に加わってほしい。運気軍の方は普賢殿が手配するはずだ。でもその前に、諸君は構造士の近道を通り普賢殿と再度合流してほしい。
貴賓に命令などとんでもない。全てを伝えるという約束を果たしているに過ぎない。絶対に最初からうちらを客扱いしてなかったって。そうだ、客人の道案内はやはり帝雲殿に頼みたいと思っている。はい、喜んで務めさせていただきます。探偵士、林縁橋は剣木の封印場所に一番近い同点だ。すまないが、そこへと向かい調査をしてくれないか。剣木とは北条の愛翁、薬師がラフに残したもの。意のままに命を掘る、死さえ征服できる神の技だ。ラフの民の祖先たちは剣木の実を食べたために無人刑事の身になり、長命種へと生まれ変わったのだ。なんだかものすごいものみたいに聞こえるね。ああ、だが全ての災難はそこから始まった。客たる諸君が泉州の歴史に明るくないのも当然。私がある昔話を教えよう。泉州が天空に昇る前、私たちの祖先がまだ大地に住んでいた頃の話だ。当時の泉州人は諸君と同じく100年ほどしか生きられない短命種だった。だが国を全ていた皇帝は潤えた。命は露のごとく、自分の築いたものもいずれ誰かにさらわれてしまう。不老長生を手に入れられれば、そう考えた皇帝は力の限りを尽くして9艘の宇宙船を作り、不死の戦略を探すため広い星の海へと旅立つよう命じた。成功したの？したとも、していないとも言えよう。9艘の宇宙船は苦難の末にアイオン、薬師から摩訶不思議な力を得た。だがその代わりに道を見失った艦隊は二度と故郷に帰ることができなくなってしまった。それはそれでいいんじゃない？本当に苦労したのは泉州の方でしょ？報われて当然だよ。報われた？私たちの祖先もそう思っていただろうね。不死の神業に目をくらまされて、ラフを見てみるといい。夢のような不老長生の後に続くのは人口の急激な増加と資源の欠乏。生きる希望を奪い合い、人々は次から次へと野獣と化す。無数の代価を支払ってからようやくラフの人々は理解したんだ。長命は賜物などではなく過酷な試練の始まりなのだと。しかも試練はそれだけではなかった。不死を得てすぐ同様に薬師の恩恵を浴びた北条の民が神の技を奪うため泉州を侵略し始めた。幾度も幾度も大地が血に染まるほど。
たとえ運よく戦火をくぐり抜け生き延びたとしても、魔恩の実という長命の病からは逃れられない。低級の指名より啓示と庇護を受けていなかったらな、泉州同盟はすでに滅んでいただろう。さて、昔話はここまでにしよう。これで諸君も剣木のよみがえりが何を意味するのか分かったはず。低級の指名が剣木を割ってから、あれは数千年もの間枯れた状態を保ってきた。古書や歴史に詳しいものを除けば、大半の先秋人はあれをただの枯れ木としか思っていない。先人たちはそんな風に思わせるためにわざとあれを人の目が届く場所に置いたんだ。だが実際は秘術がかけられていて、剣木に向かいまっすぐ進んでもたどり着けないようになっている。しかし性格を泉州に持ち込み、剣木の根に投げ込んだ者がいた。外の力を使い剣木をよみがえらせ、何らかの目的を果たそうとしている。私は性格を持ち込んだ者と性格を覚醒させた者が同じ目的で動いているとは思わない。フゲン殿には大牧師の近道を開けておくように私から伝えてある。そこを通るといい。探偵師林縁橋は剣木の封印場所に一番近い同点だ。フゲン殿には大牧師くれて、おやつを食べてたら急に剣木の枝が天をつくほど伸びたから、本に書いてあったのと全く同じだったね。人生は驚きばっかりだから、サボれる時にちゃんとサボらないと。いつ厄介なことが襲いかかってくるかわからないからね。だって空が崩れても大木様がいるからね。あと将軍様も何とかしてくれるよ。小物が慌てても仕方ないし、こういう時は上を信じて任すのみ。私たちは心身の健康を最優先するべきだよ。任されたよ。書庫で剣木についての資料を探して調べろって命じられたんだ。これぐらいちゃちゃっとやっちゃえるから心配ないよ。まあそれはさておき、聞いたんだけど将軍様でさえあなたたちには丁重に接してるんだって。すごいね。これ大したものじゃないけど、この本をあげる。退勤したら
あなたたちを連れて町に出て、陽先生にパイを教えようと思ってたのにな。お嬢さんの好意はありがたくいただこう。だが、また今度教えてくれ。わかってる。重要な任務を任されたんだよね。邪魔をするつもりはないよ。優先順位ぐらい知ってるもの。だから、無事に戻ってきてね。私、兆楽天で待ってるから。私の牧者は普通に話せないのかな。人が罪を犯す確率を大牧師で占えたら10101010。大牧師の件が終わったら接待から解放されるかと思ったのですが、将軍様がこれほど皆様を重んずるとは。案内役を続けるしかありませんね。私は10年間ほど商団と共に旅をしてまいりましたが、恩人様に同行して遭遇した面倒事の方が多いのですよ。ただただこの先の道のりが無事であることを祈るばかりです。ちゃんと守ってくださいね。わかっております。ラフに危機が迫った今、六氏の者は力を合わせるべきだと。あ、恩人様が龍雲渡しで私をお救いくださったことへの恩返しと思いましょう。将軍様は泉州に裏切り者がいるとおっしゃいました。性格を泉州に運び入れ、観察を避けて剣木に植え付けることができる人物、六氏のものとしか思えません。私は何も言っておりません。疑念を抱いたまでです。恩人様、どうかお気をつけください。出発ですね。
わかりました。支度してすぐお供しますわ。今日に際あり利はなし。やはり過小に誤りなしのようね。いまいましい。数千年も折れたまま枯れたままの剣木がよみがえるとは。先週は前途多難ね。予想していたわ。え、怒らないんだ。すでに占い済みで心の準備をしてたみたいだね。カフカを追っても無駄でしょう。旧館の陣は彼女の潔白を示しているもの。今重視すべきは剣木よ。性格の侵食が始まってから探偵士とは連絡が取れない状態なの。外に派遣された医者は別として、もともとは薬を作り薬剤を研究する場所。剣木の封印場所にもひときわ近い。性格の邪推が暴れ出しているなら最も危うい状況になっているはず。探偵士にその裏切り者とやらがいると将軍は確信していたわ。薬王秘伝を自称している賊どもが裏で動いている。私も早く動かなければ。あそこは探偵室に一番近いからもうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから私についてきなさい。101010なるもの、道を運行せよ。将軍からの請託があるゆえ私はここで失礼するわ。お前たちも気をつけて。そうだ大木様、うちらの運勢も占ってほしいんだけど、どこをどう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限りお前たちの行く先は健康利邸、万事順調なり。本当に？道具とか指を使わなくても分かるの？よく言った普賢さん、その言葉に感謝する。さあ、行こう。
どうしたの？まだ行かないの？行き先の吉凶が気になるのなら心配ないわ。仮称は大吉よ。信じない？まあいいでしょう。命数は無常なり、天意を信じるぐらいなら己を信じた方がいいかもしれないわね。人が集まってますね。どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか、大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。感じたまま話しただけだ。気にするな。幼児ちゃんはいいとして、あんたは大げさだよ。今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造紙にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすることです。建物が消えたり、傀儡が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって、職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。手を差し伸べてくれたのか。あ、その身なりは誤解した。旅人か。ラフがこんなことになるなんて、君たちも辛いよね。僕も悲しい。
そうだよ、何か困りごとがあるなら言ってみて。うちらはあんたたちの将軍が直接使わした助っ人だから安心していいよ。将軍様が直接？君たちを？ふざけてる場合じゃないだろ。運気軍がいるのによそのものをよこすわけないよ。構造士は今大変なことになってるんだ。冗談はやめてくれ。本当だ。俺たちは本気で君たちを助けたいと思っている。ここの状況を聞いてもいいだろうか？何も、待ってるだけだよ。中が危険だから逃げ出したんだ。忠告だよ、死にたくなければ中に入らない方がいい。木が暴走したんだ。誰かの盆栽が急に成長して市内で暴れ回ってる。あっちこっちがめちゃくちゃだよ。構造士はからくりと無土壌栽培しか研究していないはずなのに、あんな大きい植物を育てる技術はどこから来たんだろう。ダメだ、先生がまだ中にいる。講師先生は構造士の用金棒で一番年功を積んだ職人で、僕たちの課題も見てくれてる。事故が起きた時、先生は僕とズミ、院中を連れて逃げ出したんだ。なのに途中でまた一人になって中の方に戻っていってしまってね。だから僕はここで運気軍を待ってるんだ。早く先生を助けなきゃ。なんでまた戻ったのかな。間に合わなかったんだ、緊急事態だったから頭が回らなくてね。しまった、航路がやばいって。先生の叫び声が聞こえた時にはもう人影は消えていたよ。助けに来てくれたって本当？ああ、慶元将軍から依頼を受けた。信じなくても構わないよ。請求列車はいいことをしても名を残さない派だから、あんたの先生のこと気に留めておくね。じゃあこの玉符を受け取って。先生を見つけたらどうか無事に連れ出してほしい。先生に何かあったら、何かあったら。安心してくれ少年、君の先生は僕たち全員卒業できなくなる。行こう、もう喋る気がなくなっちゃったよ。火が暴走？きっと剣木だよね。でも彼の先生が言ってたっていう航路って一体何？ん？よし、thank you.
やっぱり占いの結果は正しかった。今日あの教官兵が持ち出してなかったらみんな閉じ込められて肥料になってたぜ。でもテレポートの距離が微妙かな。剣僕は見たことがない。あれが昔の枯れる前の姿なのか。まるで金属のような強靭さ。姉さんはそんな希少な素材を見たことある？あってもなくてもどうするつもりよ。あの巨大な枝を材料にする気なの？さすが姉さん、俺の考えを分かってる。あんなのただの盆栽に過ぎないから怖くないって。歩ける盆栽なんてあった？地面を貫く盆栽もあったかしら。動けるだけだって。俺が走って一振り切ってくれば研究用の素材が手に入る。いくらあれが早く伸びるとしても俺のスピードにはかなわない。なら弟弟子を思い、この姉が金手ことノコギリを用意してあげるわ。さあ行ってらっしゃい。後で壁に叩きつけられても知らないからね。あ、いや、急に風が。姉さん、残念ながらこの作業は材料組で一番手先が器用な姉さんに任せた。都合のいいタイミングで風邪をひくのね。手先が器用？こっちは長生きしたいのよ。性格によって剣木が蘇っている。木の成長とともに侵食も激しくなっているようだな。はあ、よく見ると根はすべて地下から出てきています。ただで庭師をやらざるを得ないようですね。
本郷の意志。運よ、来い。構造士は幼稚だ。賊ども、去るがいい。いや、近づくな。それ以上足を踏み入れたら容赦しないぞ。通りかかっただけだの、不注意だの、門が開いていただのと言うんだろ。突然市内で異変が起き、誰の芝坂かと思いきや迷っている暇はない。賊の芝坂か。さあ、くらえ。警備が当てにならないなら、この軽くたちの凄さを思い知らせてやる。誰かな。国運ガレガマ東華流行。どうした、早く起きろ。あんなに可愛がってやったのに。たちのてっぺんたる甲州寮の名声がこんなに広く響き渡っていたとはな。結構単純な性格だね。実は慶元将軍と不元さんの依頼を受けて探偵使に向かう途中なんだ。甲州先生、よかったら道を案内してもらえないだろうか。将軍様の部下だったのか。すまんすまん、俺の勘違いだ。あんな小物壊れても構わん。でも力になれそうにない。構造士が木の妖怪に占領された挙句、四方の増加航路まで奪われてな。手強い妖怪め。どんな術を使ったか、市内のからくりが生きているかのように奴の周りを囲ってる。近づけば命はないだろう。と言ってもこのままというわけにはいかん。何せ航路の中に。
やっぱりだ。将軍様がお前らを使わした理由が見えたぞ。構造士の危機はすぐに解決できそうだ。お前らを手伝える方法はあるが、その代わり力を貸してほしい。さあ、こっちだ。がずっと完成させることができなかったからくり、共感兵が弟子たちにこれを持ち出して調整しろと命じたおかげで、木の妖怪が襲ってきた時にみんな無事に逃げ出せたんだ。玉海門を見ただろ。この共感兵がは玉海門と同じ機能を持つ二つの空間座標を、素人には理解できない方法でつなぐんだ。確かに伝送距離が短くエネルギーの消耗が激しいという欠点を除けば完全に精査と取り替えられる。完全にダメっぽいね。開拓の海域アンカー以下だ。あらら、構造士の職人の方たちにお礼を言わないと。おかげさまで天白氏は解散を免れることができましたね。本来ならこれを使えばお前らを向こうに運べたが、いつの間にか妖怪の枝が兵庫に絡まってしまってな。聞いてくれた。構造士の力を見せてやろう。たかが木の妖怪、造作もない。来い、いいもんを見せてやろう。あの妖怪が押し入ってきた時、真っ先にこれが頭に浮かんだんだ。これは空中ルコーというからくり装置だ。もともとは運気軍の依頼で開発した武器でな、威力は言うまでもない。伝送距離が短く、エネルギーの消耗が激しいのだろうか。そう、質量保存の法則ってもんだ。短所があれば長所もある。まあ妖怪退治にはこと足りるだろう。で、天下だ。火は火に勝てまい。
いいぞ、なかなかだ。死に教わっても努力は己にある。お前、俺の出来損ないの弟子より偉いぞ。なんだ同点が崩れるのか。もう大丈夫か。どうやら俺の武器が効いたようだ。あの妖怪め、きっと痛かったんだろう。よし、じゃあ早速共感映画で向こうに行くぞ。長引かせすぎてまた枝が伸びる前にね。見て、剣木の根っこが。あれは構造士の手法、増加航路だ。お前ら手を貸せ。力を合わせてあれを切り落とすぞ。航路をうがつ前にな。気をつけろ。何やら変化しているようだ。星々の選択。星の秘密を求める鍵よ、開拓者たちに真なる祝福を。槍先に火を。戦闘を長引かせすぎた。
巨術一年のマナリ同天元気超無意企画ふっはっ。私が守る難攻不落どけ騒ぎを起こしたくはない。はい、間違いがこわー誘った覚えはないけど避けてね。航路を守っているのか。争いに意味はない。今だ。お客さんね。ラッキースターは誰かな？攻撃か？生死巨術一年のマナリ同天元気超無一角はっ。ここは一旦引くしかないな。ついてこい。まったくもう、道理で先週は工場の意味ものを恐れるんだね。あの回復力半端じゃないよ。おそらく自分を守るために剣木が生み出したもの。根とつながってるためあのような恐ろしい力を持ったのでしょう。いや、あれは治癒というよりも他の場所からエネルギーを補給しているようにも見える。そうそう、根本から問題を解決しないと。あのモンスターは剣木の付近を離れない。周りを調べてみよう。何かがあるのかもしれない。
確か将軍様の命令で探偵使に向かうんだったな。残念だな、あの妖怪のせいで構造使が一時封鎖することになったんだ。孫悟の意志運よ。妖怪がいっぱい。確か大牧師で見た。ヤグラ？あれは俺たち構造士が作った護衛用の金陣だ。本当に今まで構造士の護衛をあれに任せてきたのですか？ここまでの道で散々事件に出くわしてきましたが、あれが守っている姿は見かけませんでしたよ。やっはん！これらはまだ色塗りが終わってないからな。戦場に出すわけがないだろう。
機を逃さず動く。ほら、まだこっちだ。つまそれ、騒ぎを起こしたくはない。考えても無駄。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。そうだな、あっちへ行ってみないか。甲州先生、何かいい方法でもあるのか。うん、あの鹿が再生するとき周りの根が光っていたな。甲州先生は後ろに隠れてたからよく見えたんだね。俺はただの職人に過ぎないからな。戦場は我が居場所ではない。先ほど陽先生が言ったように、鹿が自身を治すことができるのはどこからかエネルギーを吸収しているからだろう。あの光は奴に生命力を注いでるようだった。共感兵画に絡まっている根をほどくために結び目を焼いたことは覚えてるか。あ、確かに、あの根っこはそれっきり伸びなくなったね。その上、まるで傷を負ったような反応だった。これが俺たちの切り口になりそうだな。お前ら、ならば早く根をなくすぞ。俺の考えが合ってたみたいだぞ。これでいける。
これで万全だ。推測だと、剣木の根は地中深くまで伸び、あらゆる場所にあるはず。構造子界隈に伸びている部分は駆除できたとしか言えない。善は急げだ。根が再び生えてこないうちに。これからすべきことは、逃げなく怖いこと言ったね、あんた。お前ら、増加航路に絡みついている根が見えるか？枯れているぞ！本当によかった。もうお前らを阻むものはない！下手に動くな。すべては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ、開拓者たちに真なる祝福を。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。お願いだから上がらせて。お願いお願いお願い。やった、これで上がり。生死虚実、一年同天剣気、超無一角。ふっ、はっ。
みーちゃん選曲は…星の祝福をあなたに。ダンス、戦闘準備、弱き者のために。どけ、騒ぎを起こしたくはない。せいはっ。考えても無駄、パイは待てば来る。再生と一気に生産するね。ただのまぐれでしょ。避けてね。難攻不落、槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。一年のマナリ、同天剣技、超無一角。ふっ、はっ。私が守る。星の秘密を求める鍵よ、開拓者たちに真なる祝福を。
ないわ。待てばくれ。一気に生産するね。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。誘った覚えはないけど、ラッキースターは誰かな。生死虚実、一年のマナリ。同天剣気、超無一角。ふっ、はっ。戦局は敗勢と同じ。いいパン来た。どけ。騒ぎを起こしたくはない。弱き者のために礼儀のなってないお客、避けてね。争いに意味はない。考えたものだ。おい、すごくいいじゃん。一気に生産するね。うん、怖くない怖くない。星の祝福をあなたに。今だ。戦局は敗北。騒ぎを起こしたくはない。いいパイ来た。考えたものだ。パイは待てばくれ。お願いお願いお願い。やった、これで上がり。生死虚実、一年のマナリ。同天剣気、超無一角。ふっ、はっ。意味はない。今だ。戦局は敗勢と同じ。慌てない。持ち配が来た。いらない。
ランス、戦闘準備。お前ら、増加航路に絡みついている根が見えるか？本当によかった。不利な時は負けが少なければ。私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるねー。誘った覚えはないけど星の祝福をあなたに。弱き者のために。いらない。その程度。ラッキースターは誰かな？私が守る。その程度。考えても無駄。パイは待てば来る。はい。いいパイだ。一気に生産するね。待ってないお客さんね。星の祝福をあなたに。くるくるーっと。あなた、それじゃダメだよ。痛くしてあげる。すべては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。ないけど。はい。私が誰だか知ってるの？こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるねー。くるくるーっと。ダンス、戦闘準備。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。
私が守る。てるの？戦局は敗勢と同じ。戦闘準備。私が守る。その程度。礼儀のなってないお客さんね。はい。すべては星々の戦、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。待てば。いらない。知りたかった。ランス、戦闘準備。難攻不落。槍先に火を。炎の槍を。断ち切れ。ズボン、ピンシャン。一気に生産するね。私大事を。
あ